はい、どうも、小島です。今日はこちら、すみっこ暮らし村を作るんです。やっていきましょう。前回までね、かなり進んだんですけど、イベントがね、見れてませんでした。でね、ようやくね、全部のイベント集めました。見てください、コンプリートということでね、見てないイベント見ていこう。どれだっけ、これかな。おー、王冠来ました。浴衣姿のペンちゃんです。え、もしかして頭に乗せたら、は、頭に乗せ、乗せるのかい。どうするんだい。おー、すごい格好しとんね、みんな。猫とかげ可愛くない、私好きなんだ。あ、乗せた。あー、本来の自分を取り戻した。ん、あれ、蓋？ん？おー、なんかいい感じになってますね、フェンちゃん。あれー、イベント長いね。でもなんかない方が可愛いな。モグラも見てる。帽子？あー、ない方が可愛い気がするな。やっぱ頭ツルツルが可愛いよね。あとはトカゲのイベントですね。お、寿司屋の格好になってます。隅っこに寿司師現る。たったらーん。はっ、これはやばい。チラチラチラ。はっ、怖いよ、捕まえられるよ、誰か助けて。はっ、いい隠れ場所を見つけたんでしょうか。ん、みんな集合、トカゲおるよ、一番右。このトカゲ可愛いんですよ。で、トカゲはどこ行ったんだ。本物、本物、偽物。え、隅っこ、ここはスミッシーがたまに目撃される湖、隅っこ。お、来てる。おお、キョロキョロ。あ、お母さんに会えるかもってことで、おー、後ろ後ろ後ろ。あ、え、会えたやん。トカゲに会いに海から隅っこやってきました。え、お母さん会えてる。あ、遊んでるし。なんだと。スミッシーことトカゲのお母さん、とても優しい恐竜なのでした。おお、そろそろお別れの時間、また会えるかな。おお、でかいな、顔ぐらいのサイズしかないんだね、トカゲお母さんの。あー、しまった、服装変えればよかったね。これでみんなで帰るんかな。ん？どうした、ペンちゃん。恐竜に似てるね。はっ！似てないよ。バレてないんだ。ああ、遊びに行ったっていう設定で行ったんかな。っていうイベントでした。私ね、イベント発生してかスキップしたからね、見てなかったんですよね。まさかのトカゲのイベントはこれだっただと。へえ、スミッシーイベントいいね。で、これでね、ようやく全部のイベントを見ることができました。心置きなくね、この実況も終われそうです。服装失敗しましたな。こんな感じで着ぐるみもあるんですよ。結局ね、最後のイベントはね、草生えるんですけど、これ時間放置しとくと。その草から出てくるアイテムをゲットする必要があった。お金とかすげえ貯めてたんだけどね。そうじゃなくて、草から出るアイテムを採集する必要がありました。めちゃんこ時間かかりましたね。いや、かわいい。すげえかわいくない？これ。ほら。めっちゃかわいい。あらー。ちょ、タピオカとか。どいてよ。お、そうそうそう。これがかわいいんですよ。ペンちゃんは？今浴衣だっけ？着替えるならば、白熊の着ぐるみある。かわいいね。やっぱ着ぐるみがかわいいんですよね。
て、ここは農園なんですけど、別の場所もね、今言ったね、草から出るアイテムって言ったんですけど、草が生えやすいようにアイテムをね、一気に回収してます。アイテムというか家具とかだね、建物とか全部ね直した。例えばね、ここに草あるんですけど、これを触ると回収できるんだけど、稀にアイテムを落とすんですよね。そのアイテムでイベントが発生するっていうね、なかなかねランダム要素が強くてね。え、それとんかつの家じゃね。お、え、とんかつになっとる。え、今トカゲ入ったよな。あれ、ま、え、ワープしてる。よくわからんことになってる。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。無事全部のイベント見れましたね。また次回違うゲームでお会いしましょう。住みこ暮らし村を作るんです。どうでしたか。この村行ってみたいですね。それではならねー。 おクシュンってなっとる。お、びっくりしとる。元気マックス。